はい、皆さん、こんにちは。今日もターバーマネージャーシミュレーターやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回、肉料理を出して、かなりもうバタバタになりましたね。もう一人では回らないぐらいちょっと忙しくなってしまいましたが、今日も頑張っていきましょうかね。とりあえず、次のタスクに移るまでに、あとスープごとソーセージの盛り合わせを一つずつ出さないといけませんので、そちらの方をしっかりと作っていきましょうか。まあお客さん来るまでちょっとビール入れつつ、待ちましょうかね。まあ足りないものあれば、うん、お客さん来るまでにしっかりと買っておくという感じで、まあすぐに出せるもんだけ出したい感じですね。よし、まあとりあえずお酒もこんなもんでいいかな。はい。で、ソーセージはまだあるので、OK。肉料理もありますね。皿がちょっとないので、しっかりしないといけない。スープの方が、あと2つか。なので、あ、こっちも確かあったので大丈夫ですね。OK。で、どうしようかな。客を増やすと、自分がまあ、忙しいんですけど、まあ、売り上げが上がるので、テーブルちょっと買ってしまおうかな。まあ、なんとかなるというのを信じよう。さあ、とりあえず2ついっぺんに買って、残りこちら側も2つ置いてしまいましょうかね。あれ、お客さん全然来ないな。珍しくスルーされてるけど、まあいいや。現在朝8時なので、まだ大丈夫ですね。トイレの方も大丈夫と。さあ、どうかな。ああ、来るかな。来てますね。一人のお客さんが来てるので、とりあえずテーブル入れながら見よう。どっちが早いかな？注文来るかな？で、野菜とかはあるので大丈夫でしょう。さあ、テーブルとりあえず2つ。ああ、注文来るかな？注文来ましたね。さあ、肉1。はい、ということで、肉を渡して、はいはい。で、その間にテーブルを設置しよう。テーブルを設置していきましょうか。これ2つどうしようかな。また奥入れにするかな。こっち側2つにしてみようかな、今度は。で、こっち側にも入れると。はい、これで一応、あ、ちょっと待って、これ4人席じゃなくて2人席か。これな、こっち側に入れてもよかったかな。まあまあ、もう置いてしまったので、これでいきましょうか。で、モップと。OK。はい。そしたら、しっかり、あ、こっちのトイレからも来たのかな？誰か。はいはいはい。ソーセージと肉。よし、ソーセージはこれで終わりですね。ソーセージの方は終わって、あとスープが出れば、一応タスクの方はクリアと。OK。はい、出しました。で、あとこれですね。お金をもらう。あと妖精さんにちょっと頼んどかないといけない。あ、やばい。水がない。水を汲むのを忘れていた。さあ、とりあえず。あ、ちょっと待って。緊急注文っていうのが来てる。急げ、急げ。こんなことしてる場合じゃないかもしれん。緊急注文だ。さあ、水入れた。なんだろう、スープ1。ありがたい。スープ。やばい。こいつは、いらないやつだ。ゴミ箱に捨てる。片付ける。37秒。OK。間に合いましたね。はいはい。で、妖精さんはこれ、ああ、働いてくれてますね。大丈夫か。で、前まではなんかもう一回設定しないとなかなか働いてくれてませんが、修正された感じです。あ、やばい。そしてトイレが、えらいことになってる。注文も来てる。さあ、相変わらず忙しいですが、もう一個ずつこなしていきましょうか。トイレ。よし、あと一回。よし、OK ですね。では、これであと注文を聞きに行こう。で、ビール1。はい。OK。ビール、ソーセージ、肉と。ビール、ソーセージ、肉が2ですね。いや、肉ももうそろそろ焼かないといけないかな。さあ、お金の方もちょっと回収していかないといけない。OK。ここも回収。内側はいないね。OK ですね。皿洗いは任せよう。で、930か。ちなみに、次のやつに行くには、
こちらで700か。700なので、まあ、いけないことはないですね。とりあえず、タスク終わってから、行くことにしましょう。よし、スープと肉と。あ、ちょっと待ってよ。肉の在庫がない。肉の在庫がない。頼まないとまずいですね。待って、思ったより在庫がないのかな。野菜は、あるのかな、これは。待って、古事記が来た。古事記が来たのはフライパン。で、これでぶん殴れ。あ、違う。お客さんぶっ倒してしまった。さて、いろいろちょっと大変なことになってるな。スープ。で、ソーセージ。スープはあと2つ。これであと2つだ。さあ、肉ととりあえず、野菜関係を発注しておきましょうか。OK。配達で肉10、野菜10、これいきましょう。よし、これでも OK で、注文が来ている野菜スープとソーセージ。で、これでラストだな、あと1個。どっかが注文してくれれば、ソーセージ終わった、スープ終わってタスク OK ですね。よし、その間に、モップがけだ。はい。消していきましょう。ああ、ほんとだ。古事記の人帰っていきましたね。オッケー、スープ頼め。よし、オッケー。あ、来た。そして荷物も届いた。スープこっちだ。最後の一個。よし。さあ、そしたらこちらで、しっかりと受け取りましょう。で、荷物入れる。種の回収。何来た？次は。ビール、ソーセージ、肉が2と。いうことで、やばい。肉もかなり厳しい状態だな。ソーセージ。よいしょ。さあ、これで OK ですね。はい。そしたら次に、新しい、酒場レベルを購入するということで、まあ、お金はありますので、こちら購入してしまいましょう。よし、これなんか、妖精がおそらく追加できるんではないかなと思います。さあ、酒場レベルが6になって、どこだ？妖精のヘルパー、これですね、レベル2。さらに2人の妖精、助っ人妖精が来たと。妖精の新しい職、あ、ウェーターと料理人、OK。さあ、これ200あるので解放してしまいましょうか。よしよし、ちょっと見てこよう。で、こちら、リリーが食器洗い、バラ、ウェイトレス、で、デイジーが料理するということになってますね。あ、これ、料理もしてくれるのかなり助かるな。一体何を料理してくれるのかが、あ、ここで野菜スープ作ってる？作ってない？どっちだろう？ピカピカ光ってるけど、これではないのかな。あ、ちょっと待って、その前に配るだけ配ろう。ソーセージをなんかやってるな。ソーセージじゃない。待って、肉料理かなんかをしてほしい。と、決めれるか見てみましょうか。肉料理がないんですよね。ソーセージしかない。料理する、あらゆる食品を作成します。ちょっと待ってよ、ないな。こういう細かく決めるやつはないけど、ソーセージに来てるんだ。肉料理に行ってほしい。肉料理も仕方ない。自分でとりあえずはしましょうか。火が消えた。薪がない。やばいね。結局忙しい。妖精が来ても間に合っていませんね。とりあえず肉を焼きましょう。はい、ということで、ああ、やばい。切るところからか。はい、ここらかな？はい。肉をばらしていこう。OK。さあ、肉切る。よいしょ。よし、これで OK。続いて、ぶったたきだね。あれ、やばい、注文が3つ来てる。とりあえず、肉を柔らかくしよう。肉を柔らかくする。はい、これは焼く。OK。焼くのはそこまで大変じゃないですね。さあ、問題は注文が来てることだ。OK。よし、さあ、ちょっと提供しよう。あ、肉とソーセージ。肉、ソーセージ。ソーセージもあるね。大丈夫。
やばい、なんかめちゃくちゃ汚されてる。掃除。ちょっと待って、すげえ汚い。さあ、どうだ？次のやつはスープとソーセージ。ビールに、ああ、もう忙しいな。スープあるか？肉もちょっと持っていこう。スープ、肉。まずちょっと出せるやつか、出すか。スープか。はい、ということで、ソーセージ、やばいね。に、肉いらなかった。しかもあれだ。やばい。これ、ビールだった。はい、ということで、一旦ここに置きましょう。で、ビールを2。OK。よし。よし、とりあえずこれで一旦は OK。え、妖精さんは何をしてるんだ？ビールこれついでくれてるの？洗ってる。え、これは何だろう？何してんだ？あ、お金の回収とかしてくれてるのか。そういうことか。これをやってしまえばいいんですね。え、量、あー、やばい、ない、水が。待ってね。まだ妖精さんのすべてを理解していない。はい、ぐるぐると。よーし。で、スープも作らないといけないので、スープを作らない。スープは作ってくれないのかな？これ十分で入れとけば、ひょっとしたらやってくれるのかな？さあ、ちょっと今日一日終わりそうですが、妖精さんの餌も買わないといけないし、結構大変ですね。で、あとは薪を入れておく。薪もちょっと暇な時に作っておきましょう。よいしょ。これで作ってくれるのかな？洗ってるのはわかる。あ、肉焼いてくれてる？これ。肉焼いてくれてますね。はい、ということで、スープを作っていこう。やばい、緊急注文が来てるよ。緊急注文が来てるんだ。ちょっと待って、待って、一旦待とう。肉とビール。オッケー。肉は焼いといてもらえてるので大丈夫ですね。やばい、ビールがない。これが緊急注文か？オッケー。で、皿の回収とかは、妖精さんのウェイトレスがやってくれるのでしなくていいと。やれるときだけやりましょうか。オッケー。とりあえずこんだけ入れっか。待って、なんか妖精さん入ったけど、さほど、忙しいのが解消されてない気がするな。ソーセージと肉。ソーセージと肉を買わないとやばい。なんか、パーフェクトになってないな、焼き加減が。レベルが低いからそうなってるのかもしれませんね。あれ、ちょっと待って、ビールはいらない。待ってよ、ここに置こう。はい、汚れたやつ戻ってきてますね。よし、今のうちにちょっと仕入れだ。配達で肉10の野菜10もう一回買っとこう。で、ソーセージをさらに12。ビールも10。あ、お金ある？あるな。そして、妖精さんの餌も10買っておきましょう。注文来てる。ビールとソーセージ。ビールとソーセージを入れたい。OK。大丈夫ですね。肉はここにあるよと。あとは、ここでスープ作ってくれてる。10杯分ありますね。OK。さあ、ここに来て、ようやく楽になったかもしれない。トイレは大丈夫か？トイレは大丈夫。OK。で、配達。よし。これを突っ込んでおきましょう。よし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 。さあ、これで結構楽になりましたね。で、グッと、自分はビールだけついでおきましょうか。あとは大丈夫かな。汚れたテーブルが3になった。これは任せておきましょう。で、ビールだけついで楽しよう。OK。とりあえずこんなもんにしとくか。はいはいはい。あとは妖精さんがやってくれるけど、掃除はしないといけないので、掃除だけしましょうか。よし。さあ、お客さんも結構来ましたね。4人組。よし、これで切る。まあ、ここはもう自分で片付けて、汚れた。さあ、回収していきましょう。OK。
ペイ。他はどうか？ビールをもう一杯。はい。ああ、汚れてるね。ビール、スープ、ソーセージ。ビール、ソーセージ、スープが2と。OK。ちょっとパーフェクトにならないのは仕方ないので、まあこれはレベル上げるのを待ちましょう。よーし。さあちょっとこの間に他になんかアップグレードできるかも見ていきましょうか。今のところまだこちらですね。ボイラーが、150か。ちょっとずつ大きくしていきましょう。はいはいはい。これで OK。もう少したくさん置けるようになったのかな。さあ、ということで、今のタスクが、とりあえず提供するやつが終わるまでの間に、まあ、やってないアップグレードができるように、ちょっと頑張っていきましょうかね。あとはまあ自分は掃除系か。掃除もいずれ妖精さんに任せられるのかな。ああ、帰ってった帰ってった。で、これはなんだ、これは。あ、お金が落ちてるのか。なんてこった。はい、とりあえずこれも片付けましょう。おっと、なんかなってるよ。こいつは？ああ、潰れたのか。はい、ということで、外にポイしておきましょうか。おりゃ。よし。ということで、まだこれ、提供のやつはしてもらえないんだね。掃除も自分と。はい、OK。さあ、これで、今日は終わりですかね。もう12日目の今23時なので、おそらく終わりですね。OK。さあ、では、お客さんいますが、クローズしておきましょう。さあ、日が変わりましたね。もう一回行きましょう。昨日酔っ払った人、まだここで寝てますが、まあ、放置ですね。ソーセージの方に、妖精さんは今入れてくれてるので、OK。スープは8。30までは作れそうですね。肉の方も、まあ、めっちゃいっぱい作ってもらえてますね。大丈夫。ビールの在庫がないので、ビールの在庫だけをちょっと、入れておきましょうか。どれだ？これか。20ぐらい買ってしまうか。OK。で、妖精さんの方も食べ物入れておきましょうかね。こちらの方に入れておくと。よし。さあ、これで大丈夫でしょう。今日もしっかりと頑張りましょうかね。246でなんか改善できれば、改善。あ、これ全然いけるな。フック。グリルは175。バーの方は100といけるな。よし、これも行きましょう。あとは、まあ、グリル関係が2と3で375。で、トイレが、うわ、結構高いな。3、あ、トレイか。新しいトレイに新しい倉庫ということで、まあ、これも400かかるので、まあ、700か800必要ですね。よし。さあ、荷物が到着したので、しっかりとお金を貯めましょう。多分、エール30とかだから、これ全部提供するぐらいでお金が貯まるのではないかなと思います。よし。さあ、あとはテーブルがもうちょっと変えたりするかも見ていくか。さっき全部買ったので、ないですね。おそらくない。これはなんだ？戻っていく。あ、家具、買えるのか。家具も置けるようであれば買いましょう。あ、これ、提供もしてくれてるな。そうか、そうか。提供もしてくれるのはかなり楽ですね。なるほど。置いとけばやってくれる感じなのかな。ちょっとこちら、スープを何個か置いておけば、まあ、肉、ソーセージ、ビールはここにあるので、まあ、ここから持って行ってもらいましょうか。片付け重視にした方が自分としては楽かもしれん。さあ、お客さん来ました。あ、なんかやばい匂いのあるような人が来てるな。こちら自分で出そう。あっち行ってくれる？ああ、片付けの方行っちゃうのね。ということで自分で結局やっぱりやらないといけないのか。肉ソーセージ。これがやばそうな匂いしてるんだよな。モップ。なんか変なのいっぱい落とされてる。はい、OK。で、手で、
掃除をしていこう。なるほど、このやばいオーラ吸う人が多分いろんなものを落としていくって感じなのかな。店がめっちゃ汚れますよ的な感じだと思います。よし、出してくれてる、出してくれてるね。 OK。 さあこの人も肉1枚。これね、肉の方はまだまだか、30も出さないといけないですね。 OK。 2人買える、買えるけど、めっちゃどっから出してきてんだろう、あのトマトとか。ひどいな。あ、店掃除。OK。モップがけですね。まだもう一個あるのか。はい、モップがけ。なあ、妖精さんのレベルが上がれば、ひょっとしたらもっと早くお客さんとかに出してもらえるかもしれないな。ただ、それまでが結構曲がって、で長いですね。ビール、ソーセージ、肉。ビール、ソーセージ、肉。ちょっとして出してくれる、出してくれない。皿持っていっただけですね。よし、あーやばい、飲み潰れてるぞ。潰れてるやつを外に出さなきゃいけない。よいしょ、こいつはポイしておきましょうか。ほら、はい、そしたらですね、どんどんこなしていきましょうか。掃除だけは妖精さんまだできないので、しっかりとやらないといけない。出してる。ソーセージ1本出した。あとは肉とスープ。スープの方は2、スープ1ですね。ちょうどあるので、OK。ちょっと待って、出せない。よいしょ。OK ですね。で、ここのやつも自分で回収。よし、洗ってもらう。料理は大丈夫？肉。肉はちょっと少ないな。ああ、回収されてるのね。あ、じゃあ提供されてるのか。と、お酒。トイレがやばい。さあ、行きましょう。トイレの掃除と。いや、これで評判ちょっと上がりそうな感じだな。なんとか頑張れば今日中に評価が1個上がりそう。よし。さあ、OK。で、これタスクこなすのがやばいね。ソーセージと肉。提供されるかな？まだ大丈夫か？かぶってなければいいんですが。助けの方してくれてますね。これトレ早めにパワーアップがいいかな。大根を買わないといけないのもあるので、ちょっとお金との相談になるな。ちょっとこちらは拭いておこう。さあ、汚れてきてますのでしっかりと掃除。なんか妖精さん2人増えたけど楽になった気がしない。気のせいなのか？よし。はいはいはい。で、水ある？水ありますね。大丈夫。ソーセージ1。ソーセージを買わないといけない。お酒はある。スープの方も大丈夫ですね。肉の方が買った方がいいかもしれない。よし。さあ、配達でソーセージ10ですね。肉も10ぐらい買おう。150、200。改善でいけそうなのは、グリルか。トレイまでちょっとお金は貯めていきましょうか。さあ、どうだ？これでとりあえず OK。やれることはやろう。はい、OK。ソーセージを出してほしいと。OK。この人はどこ行くんだろう？トイレか。さあ、3人組、3人組なのかな？ 3 人組2人、あ、なんか待ってるな。え？ 5 人組？ 5 人組なんて、初めて来たな。ちょっと机見てみましょうか。え、5人組なんているの？あ、やばい、カートが。そうか。
5人組はちょっと初めてですね。入れんかもしれんな。見たことない。待て、餌がないとかか？餌を入れておき、あ、2つずつ入れれる。よいしょ、入れておきましょう。5人組。多分4つしか今そこ見たことないんですよね。はい、戻りました。これなんだ、6人いけるのかな？あ、6のためのと書いてあるか。あ、しまった。もう1個買えばよかった。さあ、この人には与えてくれる。OK。途中で配達。あ、帰っちゃったか。6人席っていうのがあるんですね。これが6人席なのかな？これは4人席っぽい感じ。4人席ですよね。まあ、来てみればわかるか。はいはい、とりあえず、買って置く場所があるのかわかりませんが、購入してみました。一旦ここ。で、これか。いや、ギリあるな。ギリあるけど、なんだろう。これはいつものやつとは違うのかな？なんかこっちと一緒な感じですよね。ちょっと幅広いか。はい、ということで、幅広いですね。6人席も一つ置くことできました。よいしょ。お金が落ちてる。やばい、意外とお金落ちてた。やばいやばいやばい、急ぎだ。スープ。はい、出す。ソーセージ2。あ、1になった。妖精さんが出してくれた。で、置いとこう。で、食器洗い。ビールとスープ。ビールとスープ出す。OK。さあ、6人これで来ても大丈夫なんですけど、なかなか来ませんね。で、ここ水大丈夫。スープは2つ取ってしまうか。調理してもらいましょう、こちらで。で、水だけ。水あったな。水を出す。よいしょ。で、あとは、薪を組める。OK。いや、ちょっと待ってよ。なんか、忙しさが全然変わってないけど。で、妖精さんどこだ？調理の妖精さん。来る？あ、来ましたね。スープはこれで OK。ソーセージ1。よいしょ。さあ、とりあえず回収ですね。で、お金の回収。あ、なんかやばい。めっちゃお金落ちてた。はい、拭いてと。はい、お金がめちゃくちゃ溜まりましたね。ということで、トレイのアップグレードしよう。はい。改善で、こちら、新しいトレイを買っていきましょう。トレイの数が多いほど一度に多くの注文を運ぶことができますよ、ということですね。必要なのはスープ、ソーセージに肉に。で、あ、なんか出したな。大丈夫？何出した？これは。肉か。妖精さんの前に出すことになるな。ちょっと待って。スープ。よし、こんだけあれば。全部足りるだろう。はい、ドーン。OK。で、酒ですね。こちら置いといて、酒を作る。よし、これでやってもまだスープ、肉、エール、提供が全部タスク終わっていませんね。よし。あとはソーセージを買わないといけない。なんかお酒、そういえば失敗したやつが1個あったんですけど、妖精さんそれも出しちゃったのかな？それはいただけないけど、まあ仕方ありませんね。いつの間にか出されていました。まあ自分がひょっとしたら出したのかもしれませんが。よし。とりあえずこんなもんでお酒は OK。あ、持って行ってくれるのね。はい、OK ですね。で、回収する。あ、やばい、水がない。さあ、水汲みとかも、あれかな。妖精さん出てくるのかな。次の妖精さんはできたら、あれかな、掃除あたりが欲しいところですね。
ケイ。ヒール3のスープ1。あと2か。スープ1。あ、いけた。スープいけた。で、とりあえずは他の人にも出しておく。OK ですね。はいはい。そしてビールがもう一回1。よいしょ。はい、スープ。できてる。OK。あー、調理系意外とありがたいかもしれません。で、これで200か。モップ。さあ、これで、OK。さあ、グリルかな？なんかがアップグレードできますので、グリルアップグレードしていきましょう。さあ、これでグリルの方がレベル2になると。多分、最大容量が増えたのではないかなと思いますが。あ、ちょっと待って。誰かが居酒屋で投げたって何だろう？何それは？マイナス10。評判が下がった。これか、入ったってことか？まあいいや、とりあえずもう仕方がありませんので、ここ掃除していこう。はいはい、とりあえず掃除ですね。OK、汚れたテーブルを仕方ない、自分が。行こう。ああ、いいね。皿とかも一気に回収できるの、これはありがたい。提供してほしいな。スープ1にソーセージ肉。2ずつ。やばい、肉がない。肉焼いてくれてない。まずいぞ、これは。ソーセージも2ですね。ソーセージ、肉。やばい、ソーセージ、あれか。あ、肉ある。OK。OK ですね。スープ2。ちょっと待って、これスープ全部取らないとあれなのかな？待てよ、全部取ろうじゃ。調理のやつがひょっとしたら持ってってくれないのかもしれない。次のやつに行ってほしいんだけど。まあ、スープは全部ここに置くことにしましょうか。もしくは妖精さんが出してくれ。あ、それかこれ薪がないのかな？薪がないからか。やばいぞ、これは。肉を焼いてもらいたい。よいし。はい、一応、薪入れたよ。あ、大丈夫ですね。薪がなかっただけか。で、水ですね。やばい、また誰かが居酒屋で投げたって言ってる。投げたってなんだ？入ったのか、それとも、なんかなのかな？はい、水。見ていこう。違うな、なんだろう、投げたって。あー、やっぱ入った後か。そういうことですね。吐くと評判がマイナス10になると。まあ、別にそれ自分のせいじゃないですけど、まあ仕方ありませんね。もうどうすることもこれ防ぎようがないのかな。OK。さあ、回収する。やばいね。提供してない。そうか、妖精さんは一皿ずつしか持てないから、こんなに遅いのか。はい、ということで出していきましょう。スープ、ソーセージ、肉2と。スープはこっちにある。肉2。スープとソーセージもある。OK。よし。さあ、そしたら今のうちに、掃除ですね。今10時30分なので、もうすぐ閉店の時間となりそうです。これまで稼ぐだけ稼ぎたい。タスクが、どれも終わってませんね。よし。綺麗になったかな？モップ、あれ？モップがなくなった。さあ、どうなってんだ？もう、モップ掃除しなくていいよってことですかね。で、あとはビールをついでおこう。さあ、とりあえず今のお客さんが帰ったら、おそらく今日は閉店ですね。汚れたテーブル来ましたね。はい、閉店です。よし。さあ、妖精さんと一緒に頑張り、ああ、嘘だ。いつの間にかもう一人来てた。はい、肉。OK。よし、なんかわかりませんが、ちょっとだけ楽になったかもしれないですね。慣れたら妖精さんとの共存が結構いいかもしれない。はい、ということで400溜まっていますので、アップグレードしていきましょう。
グリルの方がまず改善されますね。さあ見た目はよくわかりませんが、多分お肉がいっぱいまた出せるようになるんだと思います。はい、そして倉庫もいけるか。倉庫はい100ですね。これで今のところ全部、つけてるので、まあ、次のレベルいかない限りは、アップグレードできない。ああ、そして次さらに妖精の助っ人も OK。 これありがたいですね。さあ最後の人は帰りましたので、今日はこれぐらいで終わって、また次回ですね、この続きやっていきましょう。妖精さん増えてかなり楽になったような気がしますが、今後もっと妖精さん増やしてできるだけ自分の作業を減らしていきましょう。それでは皆様ありがとうございました。Thank you.